どうも、しゅんです。こんにちは。うずうずの岡本です。はい、同じくうずうずの脇本です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日はですね、就活の軸の見つけ方、作り方についてお二人を、お聞きしたいなっていうふうに思いまして、はい、一般的に就活しようっていう段階で、会社選び、もしくは、業界選びにおいて、その自分の中でどういうふうに業界を絞るとか会社を選ぶかっていうのは、軸がもちろん一番大事になると思うんですけども、そこの軸の作り方、見つけ方っていうのも一番僕自身も悩んでいて、なんか軸の作り方においてなんか手順もしくはポイントみたいなのがあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。でですね、じゃあ僕の就活の軸前、面接風にちょっとだけお話しさせていただいてもよろしいでしょうか。はい。でそこでちょっとフィードバックというかボコボコにしていただきたいなっていうふうに思います。はい、僕の就活の軸は一言で言うと人です。で僕自身そのビジネスモデルとかその社風っていうものは、そこまで気にしてなくて、というよりも会社の中の人、もっと言うと、会社で働いてる人たちが会社の企業理念に、共感をしてそのビジョンに向かって本気で取り組んで、一緒の船に乗っている仲間として働いている会社に行きたいなっていうふうに思ってまして、僕自身なんて言うんですかね、個人で活動をしてきたので、集団で何かの目標を達成するっていう大きなことを成し遂げるって経験がなくて、自分自身すごくやってみたい会社に、所属する意味をそこに感じているっていうところもあり、一番は仲間を作って仲間と一緒に何か成し遂げる経験をしたいっていう思いで会社選びをしています。では今の僕の就活の軸の評価をお願いします。せーの、はい、うわーうわーでは簡単にフィードバック、はい、フィードバックをお願いします。あれですね、動画見てる方向けに全体的な、はい、一般論的な作り方みたいなのを教えていただきたいなっていう、就活の軸で人っていう人めちゃめちゃ多いと思うんですけど、実際どうですか。なんかですね、ありなしで言うと、しゅんさんの場合はまあまあありって感じでした。まあまああり、しゅんさんの場合結構ありって言ったらどういう感じかというと、結構原体験がしっかりしてるんですよね。で YouTube を一人でやっていて、でそれでこう悩みながら試行錯誤しながらやって、それでも成果出してきたけれども、新しい自分の新しい世界に自分をもっと行くためにはチームでやるっていう経験をしたいっていうところで、言ってくれたのはすごく伝わる感じだったので、そういう意味では良かったかなと思います。ありがとうございます。やっぱり一緒働きたいからですみたいな感じでポツンと浮いちゃうと、ちょっとなんでだろうっていうふうに思っちゃう。その人独自の理由みたいなのがあったらいいっていう。そうですね、そうですね、あると伝わりやすいと思う。確かに原体験をちゃんと分かる、すみません、申し訳ないです。確かに原体験があって、その人独自の、理由みたいなのがなんかこう納得させられればいいけど、ただいい人がいるとか、いい会社だからみたいなっていうのは、大体可能だから良くないっていうことでしょうか。そうですね、その原体験が深ければ深いほどいいって感じですね。その例えば俊さんの場合だと孤独感が強ければ強いほどいいとか、例えば、人を今雇い始めたけど、全然うまくいかなくてみたいな、だからこそ就職するにあたってそこを一緒に向かっていける人がやっていきたいとか、例えば、とかうまくいっててもいいんですね。今の新しい人を雇ったことによって、すごいチームでやるのってやっぱすごいパワーを発揮できる。だからもっともっと広くしたいとか、そういう原体験が強ければ強いほど説得力が増す。なるほど、確かにな。ということは僕の場合今のところは大丈夫っていうことでしょうか。あ、そうですね。ございます。でなんか直すことところとしてはありますかね。ちょっと今の岡本のに付け加えなんですけど、例えば人の具体例でアルバイトでなんかいい人たちと働いてきて、それがすごく自分にとって良かったから人ですは私ちょっとダメかなって、浅い、これは浅くて、もうみんなアルバイトなんてやっぱ人が良くて続けてる人がほとんどだと思うので、そういうのは浅くて、これはねあんまり使わない方が個人的にやっぱり何で僕はいいけど、アルバイト経験とか、 なんか部活経験ぐらいの方はあんまり正直言わない方がいいかなってところが一つ
と、あともう一つ、まあ、じゃあアドバイスすると、はい、なんか、すごい内容としては良かったなと思いますし、なんかさすがこう自分で YouTube とかやってるだけあって、はい、まあ、働いている方の思考に近いなと思ったんですけど、じゃあもう一歩こうアドバイスをするとしたら、はい、じゃあどういうこう思考性を持って、どういうこうビジョンを持って一緒に働く人と働きたいのかまでもう一歩深掘りできてたらよかったなみたいな、さっきのだとちょっと広すぎちゃうんですよね、はい、同じこう船に乗って同じ方向に向かっている人たちと一緒に働きたいですっていうのはすごくいいなと思うし、私もそれはいいなと思うんですけど、ただじゃあそれがどういう方向性に向かっている人がいいのかだったりとか、どういう思いを持っている人たちと一緒に働きたいのかっていう具体例がもうちょっと何か今までの経験からあったりとか、はい、せっかくさ今までエッセイだよね結構こう説得力とか出すのって一番こう深みあたりのエピソードが一番根拠になるので、今までこういろんな YouTube でこうコラボしてきた経験とか企業さんを見てきた経験からこういう思いを持っている人たちがいいですみたいなものがもう一歩あるとより説得力がある内容だったかなと思います。はい、そうですね、素晴らしい、素晴らしいビジョンがビジョン、どういうビジョンか具体的に言えたら、うん、なんか説得力が増しますもんね。増しますね、確かに。いろんな全ての就活生に言えるかもしれないですね、うん、エピソードは、はい、こんなすごいことじゃなくていいのでエピソードは絶対あった方がいいです。これ本当軸作るのってめちゃくちゃ難しいなと思って出るんですね。で、はい、これなんで難しいかなっていうと、皆さんこう自分の過去とか人生を振り返って、うん、これから先どういう人生を歩んでいきたいかっていうところとすごい向き合うと思うんですよ、自己を考えて、はい、なんですけど、こう就活の軸っていうのが結びつきづらいのってなんでかっていうと、はい、やっぱり働いた経験がこうあまりなかったりとかすると仕事って何みたいな、アルバイトで時給1000万円もらうためにはやってたよみたいなのと、じゃあ自分の人生とか自己実現していくための仕事っていうと、うん、ここはもう経験値がなさないとやっぱ結びつきづらいと思うんですよ、うん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 、っていうふうになるときに、これって私が おすすめなのは、はい、考えるっていうのをあまりしても意味ないなと思ってるんですよね。なんでこうなんだろう、仕事についての経験がないのに考えても答えなんてなくて、答えがないことにずっと考えてて足を止めてるのってすごくもったいないなと思うので、なんでおすすめなのは行動するっていうのがすごく大事かなと思っていて、はい、行動っていうのは具体的にどういった行動ですか。例えば、はい、長期インターンに参加するとか、はい、で別にこうやりたい仕事が決まってなくてもとりあえず参加してみるっていうのがすごく大事かなっていうふうに思ってますし、それをやると、あ、こういう分野ちょっといいかもっていうのが、はい、定められてきたらそこに近しいインターンじゃなくてもアルバイトでもいいですし、はい、例えばエンジニアリングやってみたいなと思ったら IT の勉強を始めてみるでもいいなと思いますし、営業ちょっと興味あると思ったら何かを売るバイトを始めるでもいいですし、はい、そういうことを積み重ねていくとだんだんとその仕事ってどういう大変さがあるんだろうとか、どういう良さがあるんだろうみたいなのが分かっていくと、それを踏まえた原体験を積み重ねていって軸として伝えられるものが中身として固まっていくんじゃないかなというふうに、そうですよね。なんかもし違うなと思っても消去法的にいつか見つかるっていう感じで見つかっていきますもんね。ちなみになんですけども、はい、今大学4年生の方とかはもう直近で就活の時期を決めなきゃいけないとか、うん、面接で言わなきゃいけないっていう場合は、まあ、諸親のつなんて突き焼けば諸親の、はい、なんとかなんとかとか言ってるじゃないですか、まあ、すぐ使える経験が浅くてもそれ、うん、あのなんていうか、できる就活の軸の作り方、見つけ方みたいのはございますか。直近に就活する人にも当てはまるかなっていうふうに思っていて、はい、で例えばうずうずで就活サポートしてる方って一つの方とかになるんですけど、その方って就活期間1ヶ月ぐらいなんですよ、はい、そういう意味ではかなり短期間になりますし、はい、その前工程ですごく何か積み重ねてきたかっていうとそうじゃない方も多かったりするんですよ。でもその方って何するかっていうと、今からで行動を変えて、例えば IT を目指すんだったらその瞬間から勉強を始めるんですよ。で毎日5時間とか勉強を積み重ねていって、その勉強してどう思ってるかっていう風にどう考えが変わったかとか、はい、どう面白いに思っているかみたいなところを話をして軸として伝えていってるんですね。で軸ってこう一気にガチって固まるものじゃなくて、はい、最初すごいぼんやりしたもので行動し続けるとちょっとちょっとずつこう本質的だっていうふうに思っていて、だ始めるのに遅い瞬間ってないかなと思ってますし、就活のためだけにこう、はい、
勉強するとか行動するっていうのはなんかちょっともったいないかなと思っていて、つないで取って終わりじゃなくて、その後をこう働いていいキャリアを積んでいくとか、その自分自身が目指しているところに到達するっていうのが大事だと思うんで、ずっと続けていって働いていきながらもずっと自己を固めていくみたいなのが近いのかなっていうふうに思います。いや、その通りだと思います。いやもう遅すぎることはないから、とにかくやってみるっていうことが大事っていう、例えば IT の勉強でもプログラミングの勉強でもまずやってみて、そのエピソードを話せばいいっていう、はい、分かりました、ありがとうございます、すごく勉強になりました。これも絶対正しいやり方ではなくて、軸って多分私もまだ定まっていなくて、仕事をしながら徐々に変わることも踏まえてのアドバイスになるんですけども、はい、まあ、一旦今までの自分の幼稚園から大学までの、まあ、経験をブワーッと一回書き出して、はい、でその時になんかこうどう思ったか、何があったかっていうのをいろいろ書いていくと、自分の思考さちょっと見えてくるかな、うん、特に、幼稚園から中学校ぐらいまでが一番人格って形成されて、そうなんですか。でここで8割が決まるんですよ、実は。8割で中学校以降どうなるかって鎧着ていくみたいなイメージで、過去はもう一緒に人間と変わらなくなってるんですよ。なので本当の思考性って実は幼稚園から中学校ぐらいでほぼ形成されるっていうふうに言われていて、はい、でその時の経験とかを、まあ、ちょっと自己分析的な方の私アドバイスできればなと思って、はい、考えていただく。でこう私の場合、私は営業をずっとやってたんですけど、はい、私こう学校の成績とかこう数字で、あ、上がったって人と比べるじゃなくて自分で比べるのすごい好きだったんですよ。とかずっとこう駅伝やってたんですけど、はい、タイムが上がるとこがすごい好きで、なんでやっぱりこう数乗とかは結構好きなんですよ、はい、もちろんそこからじゃあ営業だってなったんですけど、これも私仮かなと思ってて、はい、やってってやっていく中でこれは 100% 合致するわけではないんですけど、軸をある程度決めて、よしこの中で就職したら頑張ろうって決めることも結構大事かなと思うので、これが絶対正しいよってわけではないんですけど、過去の経験とかを見ながら自分ってこういうのはいいな、こういうの嫌だなっていうのを一旦就活で言えること言えないことを全部含めてバーって洗い出して、はい、でその中から面接で伝えるのは就活で言えるところを伝えていただいて、でも言えない部分も大事だと思うから、企業を実際選ぶときには多分お休みとか、残業とか気にする方もいると思うんで、心の中に持っておいていただくのが、はい、まあ、ズレがなくいいかな。あ、確かにそうなんですね。じゃあ幼稚園から中学校のエピソードを書き出すっていうのは僕もやったことなかったのでやってみようって思いました。そこが結構大事らしいですね。エピソードっていろいろあるじゃないですか、うんうんうん、だけどなんか事細かに覚えてるだけもう書き出してっていうのが一番よくて、うんうん、その中で共通項を見つけるみたいな。そうですね、感情が動いた時とかが結構大きいところになってくるので、はい、まあ、覚えてる範囲全然いいんですよ。覚えてるってことはそれが多分印象的に残ってると思うので、はい、まあ、感情が動いたポイントとかをバーッと書いていただくと、これ多分ゆくゆくも役に立つと思うので、はい、自分を知るっていう意味では振り返りしていただくといいんじゃないかな。確かに、はい、じゃあちょっと今日やります。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ勉強になりました。じゃあまとめると忘れちゃった行動、まず行動をする、行動する、そうです、考えて止まる、立ち止まるっていうのはすごくもったいないから、はい、行動するっていうところですね。行動するっていうことと、あと今までの人生を振り返って、うん、幼稚園から中学校ぐらいまでのエピソードを書き出すっていう、うん、2点大事っていうことでしょうか、はい、就活の軸の見つけ方、作り方においては。そうですね。あと、すみません、最後に付け加えてもいいですか。はい。結構就活のサポートしてると軸のことでこう言われるとこう言われることが多いっていうなんですけど、はい、でもその軸は残業が少ないことですとか、うんうん、軸は人間関係がいいことですとか、うんうん、軸は、まあ、福利厚生がしっかりしてることですとかっていうふうに、言っていただくことってすごく多いんですけど、はい、これってなんとなく良くないってみんな思ってるんですよ、うんうん、それでどういう部分かっていうところをお伝えできるかと思うんですけど、はい、これそう思わない人いないんですよね。みんな長く残業したいですとか、みんな安い給料で働きたいですとか、みんな人間関係悪いところで働きたいですって思わないんですよ。当たり前。そうなんですよ。それみんな求めてることなんで、はい、その人自身の軸とか、あなた自身の軸って何ですかっていうところまで深く伝わらないんですよね。なんで、そこで止まっちゃってる方っていうのは、それはもちろん大事にしていただいて大丈夫なんで、はい、もう一段階こう掘り下げて、掘り下げるときに考えるっていうことをするんじゃなくて行動するっていうのを選択すると良いかなっていうふうに思います。確かに。その上で自分なりの就活の軸みたいなのがちゃんと見つかったら
いいなっていう、人事から人事とか会社からしていいな、効率っていうふうに思うっていうことでしょうか、この子っていうふうに。そうですね。でもその見つかってなかったらなんかやべえやべえって思っちゃうかもしれないんですけど、でもそんなすぐ見つかるものじゃないですし、言ってみたらこう中身がないのにいきなりこう見つかるかっていうと、まず中身入れないと見つけるものもないっていう感じになるんで、だったらもう分かんないと思って行動しようっていうぐらいに切り替えても、動いていけばこうだんだん見える世界が広がっていくので、そういうのもありかなと思います。いやーすごく参考になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、今日の動画は終わりです。あと、うずうずのお二人のチャンネルも下に貼っていくので、よかったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。はい、ということで、今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。ありがとうございます。